カートルさん、動画が溢れすぎて。結局何したらいいかわかりません。そういったコメントがたまに来ます。今回は人それぞれ気になる部位があると思いますが、この3つだけやっとけば大丈夫というメニューを紹介します。それは、腹筋、体幹、スクワット。この3つです。これをやっておけば、姿勢が良くなって、代謝が高く保たれます。結果的に、気になる部位は自然と細くなっていきます。二の腕、お尻や足が気になる女性。手足は細いけど、お腹だけ出てる男性。こういった方は、今回のメニューを、マイペースで全部やってみてください。無理に頑張ると長続きできません。休みながらでいいので真似してください。まずは腹筋メニューです。上部、中部、下部、腹横筋使っていきます。まずは体を起こしてキープです。いきましょう。スタート。疲れる手前で休みましょう。息は長く吐いてください。頭疲れる人は持っていいです。自分のやり方で続けてください。OK。次は膝を曲げて体を上に起こしておきます。疲れたら寝ましょう。スタート。これ結構首が疲れるんで持っててもいいです。できる人はね、ずっとキープでもいいです。無理すると続かないので、マイペースで行っていきましょう。やることにね、意味があります。体が起き上がらなくてもいいです。OK。足を少し曲げたままで、ゆっくり下ろして、床触ったらまた曲げましょう。ちゃんとできてるかなってわからない方もですね、やっていくうちに上手になってきます。上手になると力もそれなりについてきてるんで、まずはね、真似しながら最後までね、部位を使っていくことが大切です。OK。 今度は足を伸ばして、ちょっと足を浮かせて体も持ち上げます。これ結構辛いんで、3秒ずつとかに分けてもいいです。いきましょう。スタート。疲れたらね、寝ましょう。マイペースでいいですからね。人それぞれね、レベルが違うんで、できなくてもね、自分を責めないでください。頑張っていけばね、できていきます。頑張りすぎてもダメなんで、自分のペースでいいです。OK。 次は体幹です。上下横使っていきます。まずは肘を肩の下について足肩幅、膝ついたままね、体を持ち上げていきましょう。スタート。これでも辛い人はね、休んでください。休みながらでいいです。休みながら試合でできないメニューってことは、ちょっとレベルのね、高いメニューをしているって話なので、効果的ではありますので、休みながらでもやった方がいいです。OK。次は上向きです。足と肘で体を持ち上げておきましょう。スタート。これもね、たまに休憩してください。肩がね、だるくなったりしますので、休みながらでいいです。もちろんできる人はね、ずっとキープしてください。少しです。よーし、 OK。 次は横向きです。ここもまっすぐにしましょう。このままね、体を持ち上げておきましょう。辛い人はね、反対の手床ついていいです。あと、こういう感じで体を浮かしてもいいです。できる人はね、このままキープ。たまに降りてもいいです。横向きの体幹ってあんまりしないと思うんで、実
はね、これすごい大切なんです。横と後ろがとにかく弱ってしまうので、運転的にね、使うと痩せやすくなります。もう一つって反対も一緒です。いきましょう。スタート。よくね言われます、タートルさんの動画って男性向けですか女性向けですかって言われるんですが、実は女性向けなんですね。ですが太っている男性も運動不足になっているので、女性と同じメニューがちょうどいいんです。なので男性も女性もね、見ながらやってください。少しです。 OK、 それでは次は立って行います。まずはスクワットなんですが、足肩幅にしてちょっと膝を曲げたら伸ばしながらお辞儀です。ちょっと曲げたらお辞儀、いきましょう。スタート。これで前のもも後ろのももっていう感じで使ってます。あんまりかがむとね結構辛いんで、自分のねレベルに合わせて行ってください。しっかりしたい人はね、しっかりしゃがんで、まだ辛い人はね、少しでいいです。OK、 同じ位置ばかりを使ってないので太くなることはないんで安心してください。代謝が逆に上がって痩せます。今度はランジなんですが、こうやってやり続けると結構辛いんで、このまま前体重後ろ体重っていう風に動きながら太ももの前と後ろを使っていきます。いきましょう。体重乗せる、こっちに体重乗せるっていう感じで、これはねうまくねもも裏をね使えてるんで、普通のランジよりもねおすすめです。辛いのができないよって方にはぴったりです。 OK、 反対も一緒です。いきましょう。スタート。あまりかがむと結構辛いけど、こうやって体重乗せるだけなら結構できますよね。でもこれ体重乗せるの結構負荷なの、実はね思いのほかあるんで、楽なようで実は、ね、効いてるんですね。楽しくね、鍛える方が続きますからね。 OK です。運動不足解消、痩せたいなって方はこのメニューだけでもいいです。続けてみてください。コメントでまた教えてください。